はい、ではストライモンの OB1 紹介していきたいと思います。これはですね、コンプレッサーとあとクリーンブーストが一緒になっているとっても便利なエフェクターになっています。では早速つまみの方紹介していきたいと思います。まずこのコンプレッサーの、つまみ、ここで、コンプレッションの深さを調節します。次にこのアウトプットのつまみ、ここで最終的な音量を決めます。はい、で次にこのブーストレベルのつまみと、ここはこのブーストスイッチを押した時に、ブーストされるゲインレベルをここで調節します。最後に、ここのスイッチ、ここは、トレブルブースト、ミッドブースト、あと普通のクリーンブースト、この3つから、ブーストの種類を選択できます。ではこの OB1 のサウンドを、聞いてみてください。